どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札全部捨てて解約、リュウです。さあ、今回の令和デッキシリーズやっていきたいと思います。本日は、令和の変態仮面デッキ、デス・ガーディウス、仮面魔獣デス・ガーディウスデッキ、やっていきたいと思います。あのね、デス・ガーディウス、改めて効果説明しておくと、どういうモンスターかっていうとね、通常召喚できないよと、カーストギュラかメルキド・シメンジュどっちかを含む自分のフィールドのモンスター2体をリリースしないと特殊召喚できませんよと。で、こいつからフィールドが離れると、相手のフィールドのモンスター、表側のモンスターをパクって、融合の仮面っていうね、この仮面を装備して、で、コントロールを得ますよと。だからまあ相手のモンスターをパクれるってことですね。フィードが墓地を加えると、これ墓地を送る方法は何でもよくて、シンクロ召喚とかそういうのでもいけるんですけども、まあ相性がいいそのまあデッキ何なのかなっていろいろ考えたんですけど、仮面じゃないですか、デスガーディウスでリリースするじゃないですか、フィードのモンスターを。これね、仮面でリリースされると強いモンスター群っていうのがリンクスにも実装されてまして、それが豪鬼っていう仮面魔獣デッキ、デッキじゃない、仮面魔獣モンスターたち、仮面魔獣、この豪鬼っていう仮面魔獣モンスターたちは結構ね、デスガーディウスと相性すごいいいっていうのに気づきまして、このリリースされるとアドバンテージを稼いでくれるので、だからこのデスガーディウスでリリースしてもいいし、普通にでアドバンテージ稼ぐこともできるし、シンプルに豪鬼だけで戦っても強いんで、だからこれね、令和のね、仮面魔獣なんだよな、これ令和の仮面魔獣だから、令和の仮面魔獣と、まあ、太鼓の仮面魔獣を混ぜ合わせた令和の仮面魔獣デッキっていうことで、今回はやっていきたいと思います。いろいろね、相性がいいカードはあるんだけど、まあ、とりあえずドキュー部隊はやっぱり結構相性がいいかなっていう、デスガーディウスリリース墓地を送るって相手のバック破壊して相手のモンスター負けることもできるし、もちろん豪鬼とも相性がいいしということで、デモンズチェーンはまあ圧倒的に、強いカードなんで、パワーカードなんで、まあ、これ完全に安定なのと、ネクロバレーね、豪鬼デッキってやっぱ一番いいところはネクロバレーを、まあ、その無理なく詰めるっていうことだと思うんですよ。だからこのネクロバレーガン積みなのと、あとそのオクトロスでサーチする用のデスガーディウスをね、サーチする用の犬と、まあ、これレベル3が結構多いんで、まあ、サイコフィールダーからの6シンクロギミックが結構入ってるかなっていう感じですね。サイコビルダーの強いところはやっぱね、ウィッチクラフトとかも処せるところだね。ベールとかを処せるところがやっぱり墓地で発動する効果なんで止められないから相手だから、これが結構相性がいいかな。豪鬼デッキ以外にもやっぱり入れることができるのであれば、ビルダーで結構ね、最近はね、マスターベール処置するのがなんか板みたいな感じになってます、俺の中では。早速、令和の仮面魔獣デッキやっていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあ、令和の仮面デッキを見せてやるぜ。令和の、これいけ出すか、これこれ初手出しなんじゃないか、これ。遺言の仮面ちょっと引いてるときはこれで一回戻すっていうことが一応できるんでね、このシナジーがなかなか強い。そして俺は2体のフィールドのモンスターをリリースし、仮面魔獣デスガーディウスを特殊召喚。かっこいい、かっこいい、この召喚ムービーめちゃくちゃかっこいい。おい、かっこいい。そして俺様は魔剣オクトロスの効果を発動。魔剣オクトロスによって2体目のデスガーディウスを持ってくる。つまりこの次のターンも俺はデスガーディウスを出すことができる。最強だぜ。3300という高打点。あ、ちょっとお前よ、墓地送ってよ、もうめんどくさいな。ブラックマジシャンって墓地送ってくんないからマジで嫌い。この世の中で今一番嫌いなね、このデッキ操ってるとね、墓地送ってくんないで嫌いになるんで、基本的にその除外とか、まあ、最近多いですけどね、めちゃくちゃ。砂時計チェック、砂時計は光っていく。なるほど、まあ、これちょっと一回合気するか。これも一応仮面魔獣なんでね、マスクかぶってるんで、仮面魔獣合気スープレックスをと、召喚し、合気スープレックスの効果を発動。手札より仮面魔獣モンスター一体を特殊召喚できる。仮面魔獣ツイストコブラを特殊召喚。でも仮面魔獣だからね、全員ここ今フィールド、今全部仮面魔獣なんで、このフィールドに今いる状態でこれ全部仮面でかぶってるんで、実質仮面魔獣バトル。さあ、ナビゲート打つことだな。まずはこれでぶち殴っていくぞ。さあどうする、さあどうする。さあナビゲート OK、 ナビゲートで、まあ、これさすがにデスガーディウスか。ちょっとナビゲート2枚、まあでもそんなに、まあ、魔法トラップたくさん使うデッキじゃないので、そこまで痛
以下と言われると、まあ、そんなに痛くないかなっていう感じがしますけど、ちょっとデスガーデウスだけ除外されちゃう感じ、これもしかして。デスガーデウス簡単に除外してくるのマジやめろよ。まあ、ただツイストコブラがあのいますんでね、あの逃げられますから対処取る効果は。で、はい、黒の魔導陣の効果で、あ、まあ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 、しょうがないでしょう。これなんかデスガーデウスリリースして打点上げれたら最強だったのにな。か、全員仮面魔獣っていうことで、デスガーデウスも、まあ、仮面魔獣の一種ってことで、ツイストコブラで仮面魔獣をリリースしてなんか打点上げるっていうことができればめちゃくちゃ強かったんですけども、まあ、それなんかできないんでバグで、だからしょうがないから、バトルフェーズ、なるほど、バトル、あ、殴ってくれんの、それはでもダメしてまでいいですか、自分ダメしていいですか。豪気ツイストコブラの効果発動、豪気スープレックスをリリースし、ツイストコブラの打点を上げつつスープレックスの効果発動。さあ仮面魔獣で仮面魔獣を持ってくるぜ。よし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 、仮面魔獣強い、ツイストコブラとかいう仮面魔獣強い。ああなるほど、それ今あんまいらないから、ツイストコブラ召喚で、スキル発動、オクトロス戻して、イヌクロ戻して、で2体のモンスターをリリースし、再び現れよ仮面魔獣デスガーディウス2体目。ツイストコブラの効果発動、ツイストコブラによって豪気スープレックスを手札に加えるぜ。よし、叩き潰してやれ。これは一回イリュージョンからですかね、これ一回イリュージョンからだな、一回イリュージョンぶち殴って、で、ブラックマッシュだけにしといて、これは自爆特殊しなくて、でこの状態で置いときましょう。まあ、ツイストコーラーは別にやられてもいいですね。あの、まあ、主部にしとけみたいな話はありましたね、今ね。殴んないんだったら主部にしとけみたいな話はありましたけど、貫通ないし、どうせ。あの、ブラックマンシャンデッキ。まあ、でも、ティマイオスがあるか。ちょっと今、ティマイオスをケアしたってことにしてください、今、あのツイストコーラーは。で、あとは、だからまあ、ブラックマンシャン1枚、まあ、そのステータ3枚で返せるかって話があって、で、マジシャンズロットはいい。杖は全然いい。さあ、執行猶予デッキ、これ。これ執行こういうデッキ、あのあれですね、あのそろそろあの豚箱にぶち込まれるんで、おそらくこれ俺の予想ではマジシャンズロット3枚積んでる、あの執行猶予デッキって言われてるやつだと思う、多分バトルフェーズ OK。 なるほどね、はい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 、まあ、そこはそれでもあれなんだ、自爆特攻じゃないってことは、これナビゲートとブラックマシャンではないってことなのかな、あのセットカードは。もしナビゲートやったら多分さすがに、ロットの自爆特攻した後にバ開けると思うんで、ネクロは最強カード来た、ネクが来た、ネクロバレー来た、ネクがじゃねえや、ネクロガードになっちゃった、ネクロバレー発動して、これでモチのカードを除外することはできない。実はマジシャンズナビゲートのことで一応無効にはするが、別にそんなに関係はない。今このデッキね、ネクロバレー全然関係ないんで、ネクロバレー詰めるっていうのもいいところで、豪気スープレックスを召喚、豪気スープレックスの効果を発動、さあいけ豪気仮面魔獣、豪気ライジングスコーピオ、いくぞバトルフェイスだ。またもやこの盤面だ、いけ仮面魔獣トリプルアタック、うおあ対戦ありがとうございました。最強だ仮面魔獣デッキ、環境トップ。さあお相手の方、ディオさんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あーなるほど、オクトロス、これ強引に出しに行くパターンかな、これね、強引に出しに行くっていうパターンもあんだよね、全然。あのオクトロスとサイコイルダーでシンクロするじゃないですか。でデスガーディウス、持ってきて、で、スキルで仮面魔獣出して、シンクロ体と仮面魔獣じゃねえや、なんだっけ、カースト機だとかで、あのデスガーディウス出すっていう超強引な出し方あるんで、それができるから一応オクトちゃん入れてるんですけども、一回ちょっとオクトちゃんで様子見ますか。オクトちゃんで様子見て、あ、なんもないか、なるほど。でサイコビルダーはなんもないね、なるほど。それでは一旦デーモンの将来かな、ブリューなくて戻す手札がちょっともったいない気もしないでもないので、ブリューナク行く必要ないんだよな、これ多分。デーモンの将来の方がいいんじゃないか、ブリューナクで。これ手札コストがちょっと足りないもんね。手札コストがネクロバレーは張りたいので、こうしましょう。で、デーモンの将来行って、これ経由で、経由地点です、これ。これハブです、こいつは。こいつはハブ。
こいつはただのハブあのターミナル、でスキル発動、仮面マジーの下準備。俺絶対初手にこの遺言の仮面引くよ。なんで初手に絶対遺言の仮面引く男で、レベルの、でもレベルじゃねえや、メルキドシメンジュとデーモンの将来を墓地のクリ、仮面マジーデスガーディウスの特殊召喚、そしてバトリング、あ間違えた、ネクロバレーを発動、バトリングフェイズいくぞよし、あ、なんか小杉臭いのかな、小杉臭いっぽいですね。なんかここで反応ありましたね。あ、魔球の賄賂、なるほど、魔球の賄賂か、はい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 。でビリ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 バチコン、なるほど。でバトルフェイズ、これ何これ、なるほど、それは別にいいよ。で、デスペラードも別にいい、デスペラードも別にいい、デスペラードは俺様がいただく。でオッケー、それも全然いい。でターン終了。さあバトルフェイズ効果使うなよ、効果使うなよ、効果使っちゃダメぞ、効果使っちゃった。あれ、それやっちゃったんじゃないの、それ、それ破壊して、それはやっちゃってるでしょ。デスガーディウスの効果ご存じない、デスガーディウスの効果、てめえのリボルバドラゴンはいただいたよし、貴様のリボルバドラゴンはいただいたどこのパラドックスだよ、どこのパラドックスだよ、めちゃめちゃ強いじゃねえか、デス、なんか超強いモンスターもらったんですけど、あざっす、あーカッポベース、よーし、バカも今コイン使ったろ、お前、お前も今3回コイン表したやんか、バカ誰が。ツイストコブラを召喚、そして、サイコビルダーを特殊召喚で、一回ナチュルパルキオンでトラップカードを言うさあお相手まだ、パイナポー龍崎さん出た、巨大決戦出た、巨大決戦、豪気豪気かな、これ豪気豪気か、豪気出した方がいいか、一応出して、何を起きるか分かんないけど、まあ豪気でスキル発動を、サイコウィールダー戻し、カースドキュラ系のやつ出す、でこれとこれで、デスガーディウスぶちかましていく。さあ太古の仮面魔人デスガーディウスを特殊召喚。さあフィールドには、仮面魔獣が2体さあフィールドには仮面魔獣が2体、スープコブラじゃなくて敵、ツイストコブラ持ってきといて、これターンを終了していく。さあなかなか威圧感のある盤面だな、俺もなかなか威圧感の盤面ができたぞ。やっぱ3300っていう打点結構偉いですよね、大体のモンスターに打ち勝てるんで、打点では。うわ出た出た、これ巨大ブラマジじゃ、これ出た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 。いやでも知らないでしょ、死にゃ知らないでしょ多分、だってこれ巨大決戦だから、まあ多分カーテンガン詰めされてて、でカーテンからの、あベールか、なるほどベールか、なるほど、はいはい、なるほどですね、なるほどなるほど、あそっちなの、そっちなの、あ